近くに何かあるな。何か、いわゆるパワースポットってやつだ。信心深いな。こういう時だからね。あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。あ、びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。びっくりした。死んでも落ちるのは怖えんだよ。ごめん。これでまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。
鳥居を浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実体を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。様になってきたじゃねえか。
一安心ってとこだな。
し、お食べ。慌てずに食べな。あの建物の周り、やたら結晶が多いな。あそこがあんな風になっちゃおしまいだよ。水の流れが止まるとそこには数多の情念が溜まっていく。それが原因か、あそこは気味が悪い場所になったよ。溜まった情念はやがて汚れとなり奴らを乱す。放っておくわけにはいかないね。水がたくさん溜まってるとこ探してみるか。そうだな、この辺りだと。あそこがあんな風になっちゃおしまいだよ。Yeah.
銭湯か。水がある場所には違いない。中を調べるぞ。これでよし。頼むぜ、お地蔵さん。銭湯といえばコーヒー牛乳だけど、そんな風情はねえな。こんなところに入るの初めてだ。俺もだ。嫌な気配がする。汚れがよどんで空間を歪めているのか。何ここ、これも汚れのせい。戦うしかないぜ。
だ。ありかな。ああ、無事に戻れたな。これであの淀みも消えただろう。町が元に戻ったら銭湯も再開するかな。どうだかな。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。物事や状況は常に変わってくってことだ。
いい感じじゃねえか。